なりたい自分に近づくために、ヒットでは入学当初からさまざまな進路就職支援プログラムを設け、あなたのキャリア作りを全力で支えています。学生サポートプログラムとは、皆さんが設定した在学中の目標を中心に、教員が個別面談を行い、勉学や課外活動などを通して自らを高めようとする姿勢を積極的にサポートする体制のことです。その元となるのがポートフォリオ面談。教員との面談から学生一人一人の目標形成や自己分析を行い、何を目指し、どんな学びを深めるかを確認し、記録していきます。さらに、キャリアカウンセラーによる進路相談や各種の就活セミナー、講座、インターンシップなどの機会を豊富に設定。あなたの進路への準備が着実に整っていきます。希望の進路に就くことができた先輩たちは、どのように進路を見つけ、大学のサポートをどのように活用してきたのでしょうか。北海道電力株式会社さんに内定が決まりました。キャリアデザインという授業があるんです。その中で面接時の姿勢ですとか入り方ですとか、基本的なことからまず学びまして、もう5回目6回目になるともう完璧といいますか、もうどこに面接出しても恥ずかしくないぐらいって言われましたので、自信を持って僕で北海道電力さんの面接に臨むことができました。その大学の自分の学科の教授も面接の練習をしてくださいますし、エントリーシートも見てくださったりするので、そうですね、もう文句なしといいますか、非常にありがたいですね。東日本旅客鉄道というと、一般的には JR 東日本。面接対策講座で、その人前で話す練習ですとか、そういった普段できない経験といいますか、そういったものをやる練習の場だと思って僕は参加したので、非常にそれは今でもためになっていると思っています。非常に丁寧だと思います。話しやすいといいますか、雰囲気がすごくいいと思います。一つでも何かに打ち込んで、自分の長所ですとか短所ですとか、そういったものを見つけるといいますか、そういったことを通じて将来何をやりたいかというのをちょっと重点的に考えてみるといいと僕は考えています。北洋銀行さんの方に決まりました。3年生の時の夏にインターンシップに北洋銀行の方に行きまして、その際にいいなと思ったのがきっかけでした。こう積極的に支援してくれますし、こうアドバイスも支えてくれますし、自分が行きたいところを言ったら、これ勉強した方がいいよであったり、こうした方がいいでよっていうアドバイスとかもたくさんくれます。自分がやりたいと思えばできるという感じですね。今回竹中工務店に就職が決まりました。講義で建築施工という講義があって、それを学んでいくことでちょっとその道に進みたいなっていうのを思って施工の道に進みました。ゼミの先生にはかなり相談を何回もして就職先を決めましたね。施工分野だったらちゃんと高校こういう勉強をしていた方がいいよっていうのは教えてくれました。自分の持っている夢は最後まで妥協しないで突き通してやっていっていった方がやっぱり叶いやすいと思うので、その辺頑張ってほしいと思います。本学は厳しい昨今の経済状況にもかかわらず高水準の就職率をキープしています。きめ細やかな進路指導プログラムとともに、3万人に迫る本学の卒業生が各界で活躍していることも目に見えない大きな後押しとなっています。グローバル化する社会で進路に対する視野を大きく広げているのが充実の海外研修制度。
異文化との触れ合いから先輩たちはたくさんの刺激を受け進路の幅を広げています。なりたい自分を見つけ目指す進路に着実に近づくために私たちは最大の努力を重ねあなたと共に進んでいきます。